おはようございます。今日は2022年2月の8日です。今日もなのかな子供のね受験の付き添いで、今日は福岡県の方に来ております。はい、お昼ご飯はうどんを食べてきました。とても美味しかったです。もう最近広島ではね、平打ちのねうどんっていうのはなかなか見かけることがないというかね、食べる機会がなかったので、とてもなんかね、懐かしいというか新鮮だなという感じでしたね。で、僕がお店に着いたのが12時ちょっと前だった。割とね空いてて普通に座れたんですけれども、旅始めてね、12時過ぎたらなんかパッと見るともう行列ができててね、いいタイミングで入ったなと思います。いや、なんかね、やっぱりね、こちらはね、あったかいですね。広島出るときはね、どんな天気なんかちょっとよくわかんなかったんですけれども、まあ本当過ごしやすいと言ったらまあおかしいんですけれども、思ったより寒くなくて、良かったです。